マニュエル・マーゴットは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のタンパベレーズ所属。愛称は、ヨアンドリ。2011年に、ボストン・レッドソックスと契約して、プロ入り。2012年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レッドソックスで、プロデビュー。68試合に出場して打率。 285、4本打四45打点、33盗塁を記録した。2013年は A-9、ローウェル・スピナーズでプレーし、49試合に出場して、打率、271本打二21打点、18盗塁を記録した。2014年は A 級、グリーンビルドライブと、 a 級セーラムレッドソックスでプレーし、2球団合計で115試合に出場して打率。293、12本塁打、59打点、42盗塁を記録した。2015年は、a 級セーラムと a a 級ポートランドシードックスでプレーし、2球団合計で110試合に出場して打率。276本塁打、50打点、39盗塁を記録した。 また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2015年11月13日に、クレイグ・キンブレルとのトレードで、ハビー・ゲラ、ローガン・アレン、カルロス・アスアヘと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。直後の11月20日に40人枠入りした。2016年は、開幕から、参加のトリプル A 級、エルパソ・チワワズでプレーし、 124試合に出場して、打率。304,6本塁打、55打点、30盗塁を記録した。また、7月には2年連続で、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。9月21日にメジャーへ昇格し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にてダイソーで、メジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に出場して打率。243。 三打点、に投類を記録した。2017年は126試合に出場して打率。263、13本塁打、39打点、17、投類を記録した。2018年は141試合に出場して、打率。245,8本塁打、51打点、11投類を記録した。2019年は151試合に出場して打率。 234、12本塁打、37打点、20盗塁を記録した。2020年2月8日に、エミリオ・パガントのトレードで、ローガンドリスコルと共にタンパベイレーズへ移籍した。球界有数の身体能力を活かした守備が魅力で、中堅守備は将来のゴールドグラブと言われる。強靭なリストで、バットスピードも鋭い。死球は選べないが、打率は残せる。 ありがとうございます。